来ました。俺一人きり来ました。来た来た来ました。シークレットベースのドゥーサバイ。おかげさまで、2022年、12月を迎えることができました。12月ということは、シークレットベースのドゥーサバイブ、トリゴヤズリ FM での、今日の番組がですね、年内最終となっておりますが、年内最後にもう関わらず、なんと宇宙さんがお休みでございます。お休みです、あれなんか声が聞こえる。あれ何か声が聞こえるぞ。これはね、今日、急遽、まさかの鳥小屋釣り FM でのせっかくのスタジオで配信するのにもね、関わらず一人きりなのはね、もう俺は耐えきれないと。せっかくこのスタジオをね、無駄に使いたくはないので、急遽プラモデルを作ってた、暇な人を見つけることができました。ちょうど声のみ、多分、ね、能力を持ってる人だとこの辺りになんかぼやーっとこうね、スタンドみたいに映ると思うんですけれども、ね、熊本県でプラモデル作りをしております花岡さんが声のみのささすが鳥越アズリ FM さん、早速花岡さんの画像を用意してくれてる。いやもう清水さん、これ一人ぼっちのクリスマスじゃないですか。いや本当宇宙さんに来週あの第一月曜日ということで、鳥越アズリ行きましょうね、今回は俺行けるんでって言ってたら、あって一言だけ言ってて、そう清水くんごめんっていう風にね言われてしまいました。そして、都内にいる選手誰も捕まらず一人ね、ちょうどプラモデル作りの人がねいたんで、よかったです。あ、もうあすごい、左下にそう画面に僕います、ね、画面にもう本当トリゴヤズリのスタッフ様ありがとうございます。いつも助けられております。よかった、なんか今ね やっと2人いる感じになってきました。ぼっち感がなくなったなって。ちゃんと2人でやっていきましょう。今日ももうプラモデル職人がいるので安心して、始めたいと思います。ありがとうございます。シークレットベースのドゥーサバイブ、12月年内最後の放送を始めたいと思います。そして、はい、一応ねあの画面を見るとあのちょうどね花岡さんも映ってるんですけれども、現在ぼっちです、スタジオ内ぼっちなので、こちらのね、コロナ対策に関してはね、心配される方いないと思いますが、はい、あのちゃんとね、このねだいぶ、収まってきてるような感じにはなってますけれども、まだまだね油断は禁物な時期でございます。もちろん演者スタッフの皆さんはちゃんと検温を行ってやっておりますし、換気もねスタジオ内の換気ももうちゃんとしっかりやられておりますので、ね、見てる方、こんなご時世にマスクしないで何やってんだって、ただ一人なんでね、今日はねぼっちなんで大丈夫なんですが、ね、皆さん心配せずに。ソーシャルディスタンスが過ぎますよね。なんでしょう、え、なんで、なんですか。素晴らしいソーシャルディスタンスで今日は2人でやっていきましょう。もう、ね、もう全然密じゃない、そんな中で行っております。そして、こちら大事なことでございます。シークレットベースのドゥーサバイブ、はい、無事12月のね、年内最後の、シークレットベースのドゥーサバイブ年内最後の回が始まっておりますけれども、年明けに、ね、2023年の放送ができるかどうかは皆様にかかっております。番組応援の会募集中、こちら2023年も行きたいに、ね、熊本から鳥越アズリ FM のスタジオにやってきたい、そんなわけでして、鳥越アズリ FM 番組応援の会皆様募集中でございます。この番組が好きというね、コメントを一言、シークレットベースのドゥーサバイブ、継続してということで一言入れていただいて入会していただけると非常に嬉しい、来年もまた楽しい時間を過ごせるのかなと思っておりますので、皆さんよろしくお願いします。番組応援の会絶賛募集中です。そしてこちら、こちらね、あの花岡さんからぜひお願いします。ダダン え ダダン番組を
どうですか、番組応援の会を言っちゃっていいんですか、僕が。番組応援の会、今言いましたんで、ただいま、あれ、あ、番組へのそっごち質か。問ですね。ご質問を。映像がですね、ちょっとラグがあるんですよ。あれ、おかしいな。おかしい、今ここにいるはずなんですけどね。シークレットベースの Do Survive はですね、番組への質問をどしどし募集しております。あ、花岡さんがなんか喋ってますね。なんか頬杖ついて喋ってます。で、こちらのはい。アズタン FM にしてもらうか、はい。もう DM でも、ね、鳥越あずりさんへ DM でもいいんで、そうですね。質問はい。何でも送ってください。じゃはない。いと、多分清水さんがお亡くなりになってしまいます。そうですね。今日に限っては本当にコメントをね、質問などをしていただけると、救われます。ね、花岡さんもね、何でも答えるんで、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。はタイムラグがね、タイムラグタイムラがあグとるんで花ね。岡さん、あ、早速コメントが届いております。ありがとうございます。嬉しい。お、すごい。嬉誰だしい。ろう、誰だろう。嬉しい。ありが読みとう。ましょうか、読みましょうか。ヨメさん、花岡さん読みます？代わりに読んであげようかな。清水さん、花岡さん、こんちか。 今こん月ちはか。 DMC の清水さんがお一人での Do Survive、 とても新鮮です。今月は17日のハブ吉祥寺、18日の調布ハートフルと2大会あるので今から楽しみです。調布には帝王さんが参あ、戦だすとごか。い。今日もワクワクしながら聞きます。ようそろ。もうやつさん、お、すごい。ね、今日発表することはもうすべて網羅してくれてるんで。で、このやっちさんのコメント通り開始に、6分です。そっか、やっちさんのコメント通りに進行していくんで。よかった、なんかいい遠隔な、ね、アシスタントの方が2人いるイメージです。そして鳥越あずり FM さんも助けてくれている。いい、一人じゃない、一人きりじゃないっていうね、優しさを感じることができる配信となっております。もう一つ質問届いております。お、もう一つ。はい、静岡県の八千さんからです。花岡2さん、つ目。花岡さん、ガンプラは今何割ぐらい出来上がりましたか？はい、すごい番組を使っての贅沢な質問とレスポンスがね、これすごかい質ら繰り返されます。問。今、7割ぐらいです。だそうです。完成次第ね、東京にやってくると思いますので、花岡さんに乞うご期待ということで、お送りしたいと思います。そんなわけでですね、本当はね、年内ラストということは、まあ、今年1年を振り返るのがおお。ね、普通じゃないですか。まあまだね、はい。12月、まあ入ったばかりというのもあるんですけれども、大体ね、忘年会とかも始まったりしているので、ね、もうね、年末感が徐々に出てきてしまいますが、さっくり振り返ってみますか。はい。振り返りましょう。振り返りましょう。まあ今年ね、2022年、コロナ禍も明けて、活動をがっちり再開していくぞと、ね、そんな意気込みで年を明けたんですが、早速1月大会中止になっております。ああ、そうでしたね。都内某所で都配内信某試合所でしで、たね。そうなんですね。1月は、大会が中止になってしまい、同じ大会予定日にですね、都内某所で配信試合という形で、年始の挨拶も含め、戦い始めを行った感じでございます。ね、懐かしい。この大会の詳細がね、今広げられないので、なんとなく、じゃあ花岡さんまとめてください。あれですよね、YouTube の方にダイジェストは載ってますよね。あ、そうだね、そうだ、シークレットベースの YouTube チャンネルの方にダイジェストは出てる感じです。3試合やったのかな？ 3 試合やった？ 2 3試試合、合で2試す。合か。誰が出てたんだと思って、さあ2試合やってます。勇者マオモツデビュー戦です。あ、いましたね、いました、いました。いましたね。勇者マオモツ、山下金吾組対、川島真央、加世田信弘ですよね。そそうのそう、そカーれド、で、はい。タイトルマッチ挑戦してこいよって言ったんですよ。
あ、そうだ、そうでした、そうでした。それもそっか、今年だ、今年の一発目でしたね。 そうですよ。それで、ね、挑戦してこいよって言ったのに山下金吾が断るっていう新しいね。そうだいたいそこは食いついていくの。そう、だいたい、ね、ね、レスラーはだいたいそこ食いついてくるだろうってね、誰もが思うところなのに冷静に断るっていうね、ね、ね、なかなか今年のね、一発目、いい大会があって、いい配信試合ができた気はしますね。そしてあと、あれですね、清水、宇宙銀河戦士アンドロス組対、ね、シークレットベースのドゥーサバイブ MC コンビ対、花岡フェリスト組というね、試合を行っておりますね。宇宙さん、カビ試合でしたね。宇宙さん、ね、あれダイジェストに載ってないですけど、宇宙さんと息が合わなかった。いや、息がある意味合ってたのかもしれないね。そんな試合、またどっかでね、なんかその試合をどっかでまた表に出したいですね。配信試合記録は残っているので、ね、ぜひ出してほしいです。あれは、はい、アーカイブをいきなり放出するかもしれません。そして、1月そんなスタートをして、2月から復活できるかなと、思いまして、2月のね、後半が2月の27日がシークレットベースの旗揚げ記念日ということになりますので、2月の後半にはね、いろいろその周年大会という形で持ってきたいなって。あ、ありがとうございます。これがあの中止になった大会ですね中止になった大会が載ってるやつですね。あのね、ポスターを作ったけれど、すごい、半面使えないっていうことでね、ほとんど世に出なかったポスターですね、やってたんですが、こちらの2月の大会も中止になりまして、ね、今年一発目の本興行、そして、周年大会というのが3月6日、新宿フェイス大会で、行うことになりましたと。はい、こちらの大会で、はい、そうですね、そう、どうしてもね、やはり、今年の周年というところでね、ベルトを持っておきたいという気持ちがすごいね、強かったわけですよ。そして、山下のシングルのベルトにね、自分が挑戦したんですがね、見事に返り討ちにあって、そうだ、はい、返り討ちにあってしまいました。これがね、周年大会ですね。13周年興行という形で、やらせていただきました。そうなんです。おー、そうなんです。懐かしいですね。これがね、なんかすごい遠い昔に感じますね。そうですね、本当ね、これ3月6日、これが本当今年のね、一発目の本興行ですね。でメインイベントではあれですよ、花岡さんと、川島さんの、花岡川島組のタッグタイトルに、これで初参戦だったのかな、シークレットベース、マイウェイからバンベールジャックとユセストレージャーが、ああそう、ジャックとユセがすごいいろいろ上げてくれてる、ありがとうございます。トリコレアズーリ FM のスタッフの皆様、ありがとうございます嬉しい、よかった、一人ぼっちじゃないね。このタイトル、まあ、2大タイトル、シングルとタッグというのをね、周年興行でやらせていただいたんですが、ね、全部ガラッと、ね、色の違うタイトルマッチになったんじゃないかなとは思います。で、花岡川島組対本当ジャック優勢の、ね、タイトルマッチは、ね、シークレットベースの、スタイルというか、こういうね、試合が根本にあるんだぞというのを一番伝えることができたんじゃないかなって思います。そしてあれがきっかけでね、うん、ジャック優勢と兄弟になれたわけですから向こうはね、彼らは思ってるかどうかわからないけれど、うん、でもね、ね、確かに、ね、いいきっかけにはなってるのかなって。やはり九州のマイウェイ勢はね、ルチャリブレっていう根本もあるし、我々もやっぱりルチャリブレというメキシコのね、プロレススタイルがベースになっておりますので、非常にね、いい刺激を受けました。若い2人とね、試合するということは、ね、まだまだ我々刺激を受けることができるということでですね、自分たちの進化もしていくんじゃないかなと思っております。
ね、ちょうどね、川島真織はね、みんな年下年下ってなってたけれど、真織よりか年下の人間選手たちが出てくるということで、本当彼にもね、川島にもいい刺激になってんじゃないかなと、すごいね、痛感した次第です。はい、10代ですからね、なんてたって、ね、まだ高校2年生3年生になってるの、2年生ですね。いやすごい、いや本当ね、すごいし、いい刺激になりますよ、みんな、うん、若い選手たちはね、今ジャックと雄星、本当今後のプロレス界の宝じゃねえかなって思うぐらいの存在なのでね、そこにしっかり負けないように若い世代も含めて、うん、いろいろねプロレス界で歩んでいってほしいと思っております。そう、そしてこのペースでいくと、あんなにドキドキしてたのに、もしかしたら番組終わるまでに1年振り返れないかもしれないですね。サクッとサクッと、まだ余裕じゃないですか、まだ行けますか、まだ全然。ちなみに今日は、今日もですけれど、映像を用意することができておりませんので、花岡さんの軽快なトークでね進んでいきたいと思います。映像ないんですか。で、もうカツカツの状態で今ね進んでますので、で、3月は、もう一大会、亀アリーナ大会、ピュア J さんの亀アリーナ大会が、後半3月26日に、こちらね、結構緊急決定な感じで決まっております。こちらがあれですね、宇宙さんがナウリーダー対ニューリーダーをやりたいっていう発言から生まれた、ね、謎のイルミネーションマッチが唐突に組まれた大会でございます。そして宇宙銀河戦士花岡のデビュー戦ですよ。あ、デビュー戦多いんですね、よく考えたら。勇者マオモツがデビューして、そして宇宙銀河戦士花岡もここでデビューしてるんですね。すごいですね、大忙しですね。すごいね、ありがとうございます。本当ありがとうございます。あ、なんかすごい、亀アリーナ一大会のポスター画像をアップしていただいております。もう春が懐かしいですね、すごい、桜模様が懐かしい。すごい、ありがたい、ありがたいです。本当すいません、もう本当鳥越あずりさんのスタッフの皆様に感謝です。すぐ動いてくれる。ありがたいですね。で、このあれなんですよね、はい、これが出るたびに僕が消えちゃうんですよ、うん、なるほど、俺一人っきりなのに。あ、来たよ、出てきた、出てきた、出てきた。で、よろひら、ね、花岡さんが全面でね、行きたいと思います。欲しがり屋さんなんでね、花岡さんは。欲しがり屋さん、ね、これも3月26日にカメアリーナ大会をやって、1週間後ですよ、1週間後に新宿フェイス大会をやるというね、またおかしな日程、振り返るとおかしな日程にはなっております。4月はね、桜の季節ということで、春の大一番というので、やはり4月には新宿大会を開催したいなという思いから、こちらはね、はい、きっと会場を、1年前あたりに、この時の1年前に抑えてたんだろうなって感じです。もちろん、あれですね、8人タッグマッチですね。ね、ジャック雄星と、花岡川島が組んで、挑戦者側というかね、対戦相手に清水メンズ帝王、アミーゴ鈴木、フェリストと、ニューリーダー対ナウリーダーへの2戦目だったわけですね。あ、そうなのかな、そうとも言えるのかな。8人タッグマッチというものを持ってきたのもシークレットベース初めてかな。ね、とりあえずもう、目まぐるしい動きの試合というのはね、メンバーを見てもらえれば思っていただけるんじゃないか、分かっていただけるんじゃないかなと思います。ね、ぜひね、気になる方は DVD をって言いたいところなんですが、まだ DVD 発売してないので、年明けにね、一気に DVD シリーズを出したいと思っておりますので、ぜひぜひ、ね、楽しみです。その時に皆さんね、ぜひ見てください。はい、そうですね、まあ本当ざっくり振り返らないと本当にね、時間なくなるかもしれないんで。で、4月は、4月はね、大阪にも行けております。4月の大阪大会、春の大阪大会では、はい、こちらね、
そう、マイウェイからエル・ファルコが参戦しておりますね。あ、ファルコさんはこの時が初めてでしたね、はい、そういえば。そうですね、花岡川島真織、エル・ファルコ対清水元次、フェリスト・スカイデ・ジュニアという6人タッグマッチを行っております。もうルチャの試合を大阪でっていう素晴らしい大会だったと思います、ね。本当そうですね、本当今年は最初のある意味、ジャック雄星とのタイトルマッチを機に、ね、シークレットベースが大事にしているというか根本にしていたスタイルというのを全面的に押し出すことができているようなカードが結構組めたかなと思いますね。こちらね、また大阪大会、4月ね、また年内来たいねということで言ってたんですけれども、無事ね、2回目の大会も、できておりますと。まあその後は、4月の後は5月調布ハートフルホール大会、ホームグラウンド、シークレットベースのホームグラウンドの、調布市での大会、そして、定期戦を開催しておりますハートフルホールでは今年初の大会が5月でした。なので、ああそうだ、なのでこれあれでしたね。そうでしたね。ね、ね、年始一発目の、試合では新春バトルロイヤルをやるんだというところにずっとこだわりを持っていた結果、5月にハートフルホール大会再開記念バトルロイヤルというのをメインイベントに持ってくるという思い切ったことをしてます。ああ。ね、今バトルありましたっけ？毎回ね、こうね、振り返るとよくこんな思い切った対戦カードで興行やってるなって思う時は多々あるんですけれど、今びっくりしちゃいましたね自分で見て、5月にいきなりバトルロイヤルやってたんだっていう風にね、恐ろしいですね勢いって怖いですねそして、ハートフル終わった後、6月大会も調布ハートフルホール大会定期戦がね、できております。こちらでは、こちらもタッグ選手権試合、ここで山下加世田、1月に、挑戦をなぜか拒否った山下加世田の、はい、挑戦を受ける形ですになってますね。花岡川島君が、YouTube で毎日動画上げてきてたやつですね。そう、あれもう5月になるんだ、もう本当遠い昔に感じますで、そう挑戦させろって断ったのお前らだろうって花岡さんが言いましてで、言うことを聞けっていうことから始まったやつですね。あ、花岡さんひどい人だ。そうですね、こんな6月を終えて7月は、7月の10日に調布ハートフルホール大会を行っております。こちらね、夏の新宿フェイス大会の前の、大会直前の大会ということもありましてね、はい、タイトルマッチは組まれてなかったです、ね、定期戦らしいカードが組まれておりますね。花岡川島真織フェリスト対宇宙銀河戦士アンドロス秋葉しおり柳川組というね、珍しいカードが組まれてますね。鳥越アズーリさんで回線カードが決まったやつですね。それだ、宇宙さんが勝手にメインに組み込んだやつ。それだそうだそうだ、俺の知らないところで全てが決まってたやつだそうだ、そうですね、この時多分鳥越アズーリ FM さんに俺が来れなかったのかな。そうだよね、確かそうですそうです、その時宇宙さんが、ね、秋葉しおりと宇宙さんがやってた時に勝手にカード決めちゃおうって言ってたのか、そんな気がする。そうですそうですそれでした。だから今俺びっくりしたの、こんなカードやってたっけと思ってすごいカードですね。そうですね、なかなかレアカードですね。ハートフルホールらしいカードが組まれてた気がします。そして、夏の大一番、7月24日新宿フェイス大会です。こちらでは、シークレットベースの新人選手、七瀬が、デビューしております。はい、七瀬がミスモンゴル秋葉しおり組対中森花子七瀬組でデビュー、シークレットベース初の、女子選手が、デビューと、
練習生からねデビューするという形で、秋葉しおりと七瀬で女子部という形で2人体制に、ね、なった記念すべき日でございます。すごい、まだ1年経ってないんですね、あれから経ってないんですね、まだ新人ですね、新人でございます。そしてメインイベントはシャッフルフォーウェイタッグマッチでした。これもそう、花岡さんが何癖つけて、ね、抽選をやるって言ったやつだっけ、なんかそんなんだよね。それでシャッフルなんか気に食わなかったんです、ね、それはなんか俺と花岡さんがこの、ね、シークレットウェイズのドゥサバイブ内でなんか言い合ってた気がします。話まとめてから放送しろよって言った気がしますね。結果、花岡メンズ帝王対川島雄星ストレージャー対フェリスト、バンデルジャック対神楽柳川、神楽柳川だけすごい絆を感じましたね。抽選したのにもかかわらず神楽柳川ちゃんと2人タッグになるって、やっぱこれは面白かったですね。ね、抽選した意味ねえじゃんみたいな。抽選方法が悪かったんですかね。ね、抽選方法が雑だったのかもしれないですが、でもね、これも初の試み、シャッフルフォーウェイはね、本当ね、まあ、やっぱり目まぐるしい試合になって、誰がパートナーかわからないっていうね、いい結果になりましたね。リング上の選手同士が混乱するっていうね、いいシャッフルができたと思います。そして、いいシャッフルでした。振り返れてる。そして、8月は21日にシークレットベースとしては初めて開催する高島平区民館大会、ここでは、もう一人の新人、男子の鈴木健介がデビュー戦を行っております。叫びたくなる名前、健介。ね、鈴木健介のデビュー戦がこちらでございます。私清水と組んで、黒田哲弘、加世田信弘組と、対戦でデビューしております。ね、ね、健介はでもね、このデビュー戦の直後に、ね、代打という形での出場にはなりましたけど、本当デビュー直後にマジックボックスさんのね、大会に、参戦することになりまして、ね、デビュー2戦目で、他団体に、すごいね、分かりやすい緊張の仕方はしてたけれども、ね、でもそれでもすごい一気にね経験値は積めたんじゃないかなと思っております。はい、こちらのね、高島平大会には、あとはあの CMLL から、はい、CMLレディース、で、ダリス、ステファニー・バッケルの2選手が、シークレットベースに参戦してくれまして、ね、デビュー2戦目になる七瀬が、ここに放り込まれると、秋葉しおり、まあ、必然的に、ね、秋葉しおり、ステファニー・バッケル、七瀬組対ミス・モンゴル、ダリス、相川遥組というね、6人タッグマッチを、すごいシークレットベースらしい、女子の6人タッグマッチになったんじゃないかなというねところがありました。いや、もうダリス選手もナームーってやってましたからね。そう、そこね、ね、ルチャリブレという根本があるシークレットベースのリングでこういう試合ができたこと、秋葉七瀬がここに入り込んだこと、そして、レギュラー出てくれてる相川遥がね、ナームーというものをダリスが私もみたいな感じで、ね、日本の文化を間違ってメキシコに伝えるんじゃないかっていうね、ね、いい異文化交流ができたんじゃないかなっていうような試合ですね。異文化交流。で、こちらの大会ではメインイベントは、花岡川島真織フェリスト対神楽翔輝雄星ストレージャーと、マイウェイから翔輝が初参戦でいいんですよね、翔輝初参戦、マイウェイ勢が、要所要所で、参戦してくれておりますね。ありがたい、全国に仲間ができるのはありがたいです。ありがとうございます。こちら8月大会でございます。ね、あれ8月のメインイベントがそれでしたっけ。そうそう、3本勝負になったんだよね。あ、タイトルマッチは、ごめんなさい、ごめんなさい、すっかりメインイベントじゃない、メインイベント事故ですね、事故を起こしてしまいました。今メインイベントがありました。まだ画面下にスクロールできました。
ね、あのよその子アミーゴ鈴木 よその子アミーゴ鈴木が山下金吾から、ね、ベルトを奪い返したという、そうだ、すごいすごいゴツゴツしたゴツゴツした試合だったんですね。そうだそうだそうだ、これで山下金吾が首を負傷するというね。でしばらくロボットみたいな動きをずっとしてた山下が面白かった時ですね、これ。そうだ。そうだ。これアミーゴがそうですね。この試合もね、そうそうそう。すっかりもう6人タッグマッチがメインだと思ってしまいましたが、アミーゴが王者でした。アミーゴさんが王者でした。さあ。サクッと行きますか。そして、そろそろね、記憶がね、まだ残ってそうな9月に入ります、9月大会、調布ハートフルホール大会を行いまして、はい、ね、こちらの、秋葉しおり対七瀬というね、女子のシングルマッチをシークレットベースで所属同士で組めるというシングルマッチを組んでいますね。これが始発シングルなのかな、七瀬初シングルだよね。そうだよね、だって7月8月ってもう来たもん ね。で鈴木健介は川島真織とのシングルというので、ハートフルね、定期戦を行っているホームに新しい風を、ね、吹き込んだ感じになりました。はい、メインイベントではアミーゴ鈴木、黒田哲弘、フェリスト対宇宙銀河戦士アンドロス、花岡、清水元次組という6人タッグマッチです。ああね、なんかそうだ、そう、あの宇宙の戦いではない宇宙さんをね、でもある意味宇宙の戦いだったかもしれない、宇宙さんがすごい宇宙ね、すごいあの刀を抜きまくった試合でしたね。隠して歌っていた。いや素晴らしかったっすね。ね、いやあれも DVD 化してください。もう DVD 化を一気にするんで、年明けに一気にしますんでね、ぜひぜひ。これでみんなが買ってくれたら大会の資金になるんで、皆さんよろしくお願いします。ね、今までの映像を全部 DVD 化して一気にね現金化しようと考えておりますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。ね、いやらしい発言をしてしまいましたが、9月25日には、今年 2度目の開催ができました下半期の大阪大会、大阪大会は2回目開催できております。ね、こちらでは、うんうんうん、サエ選手、柳瀬レディアスのサエ選手が初参戦、シークレットベース初参戦ということで、女子では秋葉しおり七瀬対、あ違う、秋葉しおりサエ対七瀬みゆ組というね、女子のタッグマッチを組むことができております、ね、シークレットベース、はい、本当七瀬のデビュー、により秋葉しおりと七瀬の女子が2人いるということでね、女子の試合が、組み込むことができて来たのが本当ね、バラエティに富んだ試合をラインナップしていきたいと思っている中、非常に幅が広がったかなと思っております。そうです ね、確かに。そう、エルファルコもね、大阪、なぜか大阪といえばエルファルコみたいな感じでエルファルコも参戦してくれております。で、メインイベントではアミーゴ鈴木、清水元次、フェリスト対花岡川島、スペルシーサーさんが初参戦、うん、そうだ、大阪大会でしております。はい、シーサーさんはね、清水、フェリスト、アミーゴ鈴木もそうですね、でベア福田もそうですし、シークレットベース勢、ね、の、先生に当たる人がスペルシーサーね、でも花岡さんの世代は、接点がなかったわけですよね。だからこれが ね、なかなか面白いプロレス界というところにいるからこそ、いろいろな、ね、点と線がつながったり、ね、違う道に、ね、分かれたと思ってもまた同じ道に戻ってきたりと、非常に面白いな、人生って面白いなっていうふうにね、噛み締めることがでもできました。そんなシーサーさんは、10月の新宿フェイス大会にも参戦してくれまして、東京でもね、新宿大会でスペルシーサー降臨と。はい、こちらでは花岡川島メンズ帝王対清水元次、フェリストスペルシーサーというねカードを組むことができまして、これはね、ね、自分からしたら、シーサーさんと対戦したいっていうのが大阪大会、そしてシーサーさんと組みたいというのが新宿フェイスでできたんですけれども、実はね、
道のくプロレス時代にメンズ帝王とスペルシーサーというねつながりもまたあったりといろんなね、そうだったんですね。表には出てるのかな、出てなかったら俺は今余計なことを言っちゃったのかな。いや出てると思うんだ出てると思うんだね。でそういうねやはり本当プロレス界面白いことはやっぱりね辛いこともあるけど面白いことはあるんだなっていうふうにね思える試合大会できたかな。でまた女子ではまたあの CMLL レディースからダリス・バッケルの2人が参戦してくれまして、秋葉しおり七瀬対ダリス・ステファニー・バッケルというね、メヒココントラ・ハポンですよね。CMLL レディースとの対抗戦的なねカードを組むことができました。これはね本当ね高すぎる壁だったかもしれないけれど、秋葉七瀬にはいい目標がねできたのかなと思いますし、またね日本来た時それかこっちからメキシコ行ってね対戦する機会を作っていきたい、また新しい物語というかねそういうのがこの2人から生まれるんじゃないかななんていう期待も込めております。いいこと言った、今俺すごいこと言いましたね、はい。そして、10月はハロウィン10月30日ね大会を開催する予定ではなかったんですけれども、ハロウィンハロウィンうるさい人がいるんですよ。なんかハロウィンやりたいハロウィンやりたいっていううるさい人がいまして、ハートフルでしか組めないということになりまして、はい、ハロウィンバトルロイヤルというものをね開催しました。でも結果すごいね、ねなかなか口頭では伝えづらいカオスだけれど本当ね来た人にしか伝わらないいろんなことが起こりましたね。ぜひ DVD で見ていただきたいと思います。プロレス界一のハロウィンバトルロイヤルでした。で本当に言っていい気がします。みんなねなんでハロウィンにこんなに力を入れてるんだって思うようなね感じでした。そういえば一つ振り返る大事なのをまた忘れてしまいました。10月の新宿フェイス大会もう自分のことしか言ってなかったですけど、トイさんでしたね。トイカツナリデビュー30周年興行でした。30周年記念試合ですね。もうまたメインイベント、大事なメインイベントを忘れてしまいました。トイさんのデビュー30周年記念試合メインイベントで、マグニチュード岸和田さんがトイさんの対戦相手として久しぶりに数年ぶりにシークレットベースのリングにね上がってくれたという試合です。まあでも本当トイさんね、昨日が調布にあるシークレットオアシスでトイさんのイベントだったんですけれども、やはりなんかねいろいろ飲みながら話してるんですが、はい、30周年のやっぱ歴史ってすごいなっていろいろなね、そういうことなんですかみたいな、そんなことあったんですかみたいなことをねちょいちょい問いさんがね、さらりと言い出すからね、なかなか面白いエピソードで、やっぱ30年という重みをね感じることができました。今すっかりスルーしてしまってましたけれどそして、11月3日、11月3日新宿フェイス大会下半期の節目となります、シークレットベースの、ね新宿大会でございます。こちらでは、はい、タッグ選手権試合、花岡川島守り対フェリスト黒田哲博組で、行っております。ブーね花岡さん川島さん防衛しておりますね。ここでしました。この試合でね、フェリストが完全復活だと花岡さんが言ったことも、まあ深いことを言ったなって思ったところですね。フェリストもね欠場から頸椎損傷の欠場からね、復帰してしばらく経つけれど、この試合でね花岡さんがやっと復帰と認めるみたいな感じで言ったのはね、なかなか俺的には感慨深かったなと思いました。そして花岡さんは切れたかな、なんか音がネットワークエラーが出ております本当に花岡が喋らなくなったと思ったらネットワークエラーが出てました、ね、花岡が多分ね、どっかで喋り始めるんじゃないかなと思います。さあ、来た、ネットワーク戻ってきた復活した、ね、そんなほらやっぱりいい感じに
ね、いい感じにサクサク進んだ方がいいですね。じゃあ11月3日終わって、先日の11月19日の調布ハートフルホール大会というところでした、2回目のね七瀬対秋葉のシングルマッチ、はい、ね、七瀬の成長をっていうような感じですかね。成長を見れたのかな、うん、それともまだまだなのかな。まあ秋葉しおりがね逆に先輩らしくなってきたなっていうところもあるので、そういう意味も、うん、やっぱハートフルホールというね定期戦を開催できているところではやはりそういうカードをねどんどん組んでいきたいと。ここではですね、鈴木健介をメインに持ってきて花岡川島加世田対アミーゴ清水鈴木健介という試合を行っております。ああそうだね、本当そうでした、うん、今のね、今年デビューした健介と七瀬の2人はもう本当にね、経験を一気に経験値を積み重ねてい行ってほしいなと思っているところです。そう、そしてねなかなかいい感じで全然大会告知をしてないじゃないかというところなので、大会告知に行く前にコメントをねいただいておりますので、そちらをちょっと読みたいと思います。いただいてたんですね。いただいてたんです。実はこれちゃんと振り返ったぞっていうところで安心してコメントに行けます。はい、清水さん、花岡さん、こんばんは。鳥越あずりで清水さんをお見かけできてなぜか新鮮です。17日のハブ、18日のハートフルととても楽しみです。12月に入り急に寒くなりましたので、お体悪くなさいませぬよう気をつけてお過ごしくださいませ。青いすみれさんからです。ありがとうございます。ありがとうございま す, ういます。このやっちさんもね、コメントでいただきましたけれど、そして12月です。12月はい、今月の大会シークレットベースの年内最終戦とね、最終イベント的な感じですが、まずは12月17日、はい、はい、12月17日、はい、こちら、17日の土曜日ですね。土曜日は1年ぶりの開催となりますハブ吉祥寺店でのビアホールマッチです。シークレットですレイジングビアホールマッチと返してね、なんともうちょこちょこやってたと思ったらなんと1年ぶりになってしまっております。これもコロナ禍により開催ができなかったんですけれども、年内のね年内にどうしてもハブやりたいなというところと、うまく12月の日程が合いまして、ね、なんていうか気持ち的には忘年会のイメージでね、楽しみたいなと思っております。ぜひね、ハブ吉祥寺大会14時からでございます、はい、こちらは、入場料金、4000円のうち1000円は、ハブでの飲食チケットになっておりますので、ぜひね、飲みながら食べながらご観戦いただければと思います。ぜひ皆さんで楽しみましょう。12月17日忘年会の気分でやりたいと思います。ハブ吉祥寺大会、そして、本興行年内最終戦は12月の18日、12月18日調布ハートフルホールで13時から行えます。こちらのね、参戦選手としてはメンズ帝王が参戦が決まっております。メンズ帝王調布ハートフルに降臨でございます。帝王さんが調布に、あのコンパクトな会場で、帝王さんが見れるのはね本当貴重な感じでレアなのでね、ぜひぜひ、プロレス帝王学をね、生で見に来ていただきたいなと思っております。そしてもしかするとですね、はい、初参戦の選手が参戦するんじゃないかなっていうような情報があったりしますんでね、18日楽しみにしたいと思います。加世田チャレンジマッチになるかみたいな感じかもしれないです、ね、何もなかったらすいません、ね、決まり次第いろいろねアップしていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。もしかしたら12月17日のハブ吉祥寺にも初参戦の人がいるかもしれないとね、まだ今日は情報を出せませんでした。そんなわけで、ね、年内の、はい、ハブ吉祥寺、18日調布ハートフルホール大会、2大会ですね、ぜひ皆様よろしくお願いします。花岡さん入ってお願いします。入ってた。そして、来年の決定している日程をお伝えしたいと思います。2023年戦い始め、はい、シークレットベースの戦い始めは1月15日の日曜日調布ハートフルホール大会で、始まります。
ね、前日の1月14日は、はい、花岡さんはね、福岡のプロレスリング過激さんに参戦しているので、試合終わった後ね、すぐ移動してもらわないと、間に合わないので、絶対時間にルーズにならないでください。花岡さんちゃんとね時間を守ってください。はい、1月15日が、リモートで参戦ってできないですか。来てください。ちゃんと 花岡さんとして来てください。はい、1月15日調布ハートフルホール大会、この日しか組めませんでした。そして2月5日調布ハートフルホール大会、はい、はい、1月と2月がですね、ハートフルがこの日しか抑えられなかったのもあるので、ここで決定してしまっております。はい、なので変更はありません、決定です。ここで1月2月の予定を出すことができました。そして、会場ではね、発表しておりましたが、はい、3月5日高島平区民館大会、4月9日新宿フェイス大会、4月23日大阪沖縄会館大会、そしてゴールデンウィークの5月4日祝日に高島平区民館大会、そして7月23日新宿フェイス大会、そして10月15日新宿フェイス大会です。このね、10月15日シークレットベースは12時から新宿フェイス大会を開催です。10月15日といえば、これはあの発表してましたよね、はい、鳥越あずみさん発表してなかったでしたっけ。してますよね、ね、あれ、これまた余計なことは言わない、おい、 してましたよね。あの確か、鳥越あずり FM さんの、ね、あずりプロレス祭り、山下金吾と加世田信弘が今年参加させていただいたんですが、そのね会場で、はい、来年の日程もね鳥越あずりさんが発表してたんですが、その大会が10月15日新宿フェイスの夜のはずなんですよ。ですよね、そうですよね。なのでぜひ皆様、10月15日はね、シークレットベースの新宿大会が12時から、そして、夜の部になるんですかね、夜の時間帯、鳥越あずりプロレス祭りがあるはずなので、ぜひぜひ皆さん1日新宿フェイスでお楽しみいただければと思っております。来年も熱い日程がたくさん決まってきております。そしてまたね、ここあの緊急決定しているところが、4月15日に、初めて開催する土地にシークレットベース行ける予定です。こちらも近日中に、情報公開ができると思いますので、皆さんぜひチェックしてください。よろしくお願いいたします。日程行けた、あ、時間的に行けましたね、間に合いました、日程伝えられました。で、すごい。またさっくり言いますと、1月3日に、はい、シークレットオアシスで、宇宙銀河戦士アンドロスの、餅つきデーを行います。はい。そして1月4日にはですね、もしかしたら1月4日にあの選手のイベントがオアシスで行われるということがね、ほぼ決定しておりますので、ぜひその選手からの発表をお待ちくださいませ。はい、ヒントはファイヤーですね、はい、はい、そんなイベントがありそうな、なさそうな、聞いたことある、はい、聞いたことある感じで、シークレットオアシスもね、イベント営業も含めて、再開しておりますので、ぜひぜひ皆さん足を運んでください。シークレットベースのね、各体が、あ、そしてそうだ、1月の8日、はい、1月の8日にですね、もしかすると、はい、もしかするかもしれないので、皆さん、シークレットベースベーサーの人たちはですね、ぜひ1月8日を開けといていただけると嬉しいなと思っております。1月8日、緊急決定すぎる感じにはなるかもしれないんですが、ね、何もなかったら何か配信でお会いしましょう。いや、あのね、ほぼ決定なので、で、行きたいと思いますね。そんな感じです、はい、誰が出れるかはまだ分かりませんが、日程だけは決まった感じです。はい、そんな感じで、今押してますか、押してない、大丈夫です。あ、ちょうど言えたんじゃないですか、ちょうど言えましたよね、大会も言えた、1年も振り返れた、たった一人きりだと思ったのに、スタッフの皆さんと
声だけ参加の花岡さんに助けられてどうにか、最後までたどり着くことができました。2022年のシークレットベースのドゥーサバイブ鳥越あずり FM、皆さんぜひお付き合いいただきましてありがとうございました。またね、ありがとうございます。来年2023年もこのスタジオでシークレットベースのドゥーサバイブと、ね、一人きりじゃなくワイワイとできるように、やっていきたいと思いますので、ぜひ皆さん、応援のほどよろしくお願いいたします。お願いします。これはもう綺麗に締めれましたか？締めれたんですね。ありがとうございます。ぜひ、まだまだね12月残りありますけれども、皆様まずはちょっと早いですが良いお年を、そしてまた来年シークレットベースのドゥーサバイブでお会いしましょう。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。12月大会みんな来てね。待ってます。来てください。ありがとうございました。待ってます。